わし宛ての手紙。これは前略、東方学園監督北爪誠殿、この度はお願いがあって筆を取った次第です。北爪監督、どうか日向小次郎を決勝戦で使ってやってください。己を鍛え直すために沖縄に来いと日向を誘ったのは私の方なのです。キャプテンとして大事な時期に無断でチームを離れた責任は確かに大きいでしょう。しかしそれは自分を強くするため、東方を強くするため、その一心で起こした行動なのです。どうか今度だけはサッカーに対する情熱ゆえの行動と思い許していただけるでしょうか。監督、話があります。なんだ。これはみんなで話し合って出した東方サッカー部全員の意見です。そのつもりで聞いてください。明日の決勝、ヒューガキャプテンを試合に出してください。この意見が取り入れてもらえないのなら、俺たちは明日の決勝戦出場をボイコットします。キャプテン、ヒューガさん。監督、本当はこんな真似死んでもしたくねえ。でも俺にできるのはこれしかねえ。キャプテン。土下座なんて、そんな。お願いします。どうか俺を試合に出してください。キラ監督の指摘で俺は自分の甘さに気づいた。だから俺は沖縄へ行き、キラ監督の指導を受け、いつどんな時も闘争心を持ち続けることを骨の髄まで叩き込んできた。俺を鍛え直してくれたキラ監督の思いに応えるためにも、何が何でも決勝に出なきゃならねえんだ。監督、僕たちからもお願いです。ヒューガさんを試合に出してください。キャプテンは確かに無断でチームを抜けました。でもそれは明日のために、打倒南葛のために、凄まじい特訓をするためなんです。お願いします。監督、キャプテンを出してあげてください。お前ら、全員グラウンドに出ろ。ヒューガ、この東方はお前がいなくても全国大会の決勝まで勝ち上がってきた。監督、それは。その原動力となったのはフォワードの反町、ミッドフィルダーの沢田、ゴールキーパーの若島津だ。ヒューガ、もしこの3人からゴールを割ることができれば、お前を試合に出そう。そのことは二言はありませんね。ただし、この3人がお前を試合に出させたいために手を抜いた場合、出場は認めん。わしの目はごまかせんからな。いいな、反町、沢田、若島津。は、はい、はい。準備はできたな。はい。笛を吹け。確かに監督の目はごまかせない。ヒューガさん、全力でいきます。俺は試合に出る。
このタイガーショットで翼を倒すんだ。それでどうなんでしょう、翼は。確かに彼はまさに何年に一人出るかどうかというサッカーの天才です。これからの日本サッカーを背負って立つ男、そう言って間違いないでしょう。だからこそです、将来のことも考えねばなりません。聞くところによると、翼くんはブラジルへ渡ってプロのサッカー選手になるのが夢だそうですね。それに比べたらこの大会などちっぽけなものです。一度ぐらい負けても翼くんの将来には何の影響もありません。しかし無理に出場してもし怪我が悪化してしまったら、翼くんのサッカー人生に大きな影響を与えることになるでしょう。ですから親御さんのあなたが翼くんの将来のことを考え、今日の試合に出場することを望まないのでしたら、私は担当医として翼くんをこのまま休ませるつもりです。はい、ですけどその前に翼は何と？翼くんは先生が止めても試合に出ると。しかし。では出場させてください。翼がやると言うならやらせてください。翼は今日の試合のために頑張ってきました。それなのに出られないとなったらきっと一生後悔します。それに今日の試合に出てもし負けたとしても、怪我が悪化して世界一のサッカー選手になれなくなったとしても、翼はあの試合に出なければよかったと思うような子ではありません。翼はそういう子です。お母さん。あら、さなえちゃん。おはようございます。翼くんのユニフォーム持ってきました。あ、そう、ありがとう。おばさんは強い人ですね。私ならきっと、そんなにひどい怪我なら今日の試合出るのをやめてもらいます。さなえちゃん。みんなおはよう。翼。翼くん。先生、早く今日の試合のためのテーピングをお願いします。寝てる間に包帯がほどけちゃって。翼。おう、おはよう翼。用意はできてるか。あれ、みんな。翼、今日は俺たち中学生活最後の公式戦だ。最後の試合ぐらい揃ってグラウンドまで行こうぜ。みんなありがとう。もう少し待っててくれ。ああ。ここまで来たらもう細かいことは言わん。いつも通り自分たちの軟活のサッカーを見せてくれればいい。みんな力いっぱい戦ってこい。はい。翼、キャプテンとして最後に何かないか。は、はい。みんなも知ってると思うけど、本当は俺は小学校を卒業したらブラジルへ渡るつもりだった。だから南葛中学に入るつもりはなかったんだ。
でも俺はこの南葛中に入り3年間みんなとサッカーができたことを本当に良かったと思っている。みんな今日の最終試合やっぱりやるからには勝とう。勝って V3 を成し遂げよう。おお当たり前よ翼、お前がいるんだ。負けてたまるかよ。公式戦負けなしでお前をブラジルへ送り出してやるよ。また優勝旗を静岡に持って帰ろうぜ。よし、みんな聞け。今日の相手、南葛は今までの相手よりワンランク実力が上だ。しかし、今のお前たちの実力なら必ず勝てる。自信を持って戦うんだ。はい。若島津、ドライブシュートの対策はどうだ。はい、まずドライブシュートを止める方法を映像を見て研究しました。ドライブシュートはゴールの上から下に伸びてゴールバーのギリギリに飛び込んできます。なのでこちらはゴールラインまで下がってボールがゴールマウスに入るタイミングでジャンプすればボールを止められるはずです。しかしドライブシュートの威力とスピードは他のシュートと段違いです。タイミングを取るのが難しいようにも思いました。なので昨日の夜キャプテンが打ったあのシュート、ドライブシュートと同じくらいの威力とスピードのシュートをキャプテンに何本も打ってもらい、その威力とスピードを徹底的に体に覚えさせました。これでドライブシュートには負けません。うん、若島津ならきっとできる。頼むぞ。はい。いいかみんな、今年こそ打倒南葛を果たし東邦学園に優勝旗を持って帰るんだ。ああ、さあ行こうぜみんな。はい。ヒューガ、東邦学園の勝利お前に託したぞ。試合前から大変な盛り上がりを見せています。全国中学生サッカー大会決勝、南葛対東邦の一戦。3年連続同一カードとなったこの決勝戦、過去2年は南葛が勝ち大会2連覇を達成しております。そして3度目の決戦となった今日、南葛が三度東邦を下し V3 を決めるのか、あるいは東邦が南葛を破り悲願の初優勝を成し遂げるのか。試合に先立ち両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中、南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。よくぞ出てきた翼、お前がいなければこの試合に意味などない。過去2年の雪辱を晴らし今年こそ俺たち東邦学園が優勝する。そのために俺がお前を、大空翼をグラウンドにひれ伏させてやる。
団結、これが俺の。やはり日向君は初っ端から来た。タイガーショットだ。早い。しまった。なんとボールがゴールポストに当たってパンクした。ヒューガ君のタイガーショット、すさまじい威力だ。ナンカス、ゴールキックで仕切り直します。森崎君、ここはパスを出した。翼くん、これは南米式のドリブルだ。もらったぞ。かわした。そこまでごとぶつかっていった。そら翼くん、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。これを見ろ。翼くん、これは一瞬だ。中島くん、このボールに立ちはだかる。ボールの勢いで止められない。渡しますくん、ゴールを割らせません。ハントキックで大きく蹴り出した。ソリマチ君、ヒューガさん、ロングパスを受けます。それスライディングで止めた。パスを回す。長野君、パスを回します。それ翼は俺たちで食い止めるぞ。これは南米キャプテンは攻撃に集中を。ボールダッシュ成功。形が決まった。長野君、横回って突破。止めろ。ここで止めた。左へパス。マスキ君、素早く横にかわす。かわして振り切った。止められない。横にかわした。たけし、ヒューガ君にパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。センターラインを越えて攻め込む。はラスト奪い返した。小池君、素早く横にかわす。沢田くん、横にかわった。これはボールを出るぞ。弾きます。中里くん、ボールを持った。長野くん、このボールのコントロール。ここはパスを出した。そうだ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。いくぞ。力をためて強打のシュートだ。これは反応しているぞ。取った。鮮やかなジャンプ力だ。それ、ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。それ、ほら、よし。あと、それドリブルを見送る。ヒューガ君、これがタイガーショットだ。森崎君、ボールはまだ生きている。ここで大きくサイドチェンジ。ミヤミ君、素早くつなぎます。それ、翼君、これは南米式のドリブルだ。鋭いスライディング。ここはバントを出した。伊沢くん、激しいタックル。触って振り切った。鋭いスライディング。触って振り切った。中里くん、ボールダッシュ成功。ソリマスくん、このスライディングが決まった。沢田くん、鋭いタックルでゴールを狙う。森原くん、このシュートに反応している。中里くん、ボールを持った。それそら、もらったぜ。横にかわして突破。スライディングで止めた。早くも前半の半分が経過しましたが、もらったぞ。試合の行方はまだまだ分かりません。博士君、ここは抜かせません。ここはパスを出した。そら、博士君、横にかわして突破。あと、ドリブルを見送る。翼君、ボールは友達、渡しません。高島君、ここはパスを出す。チャンスが決まった。それ南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。鋭いスライディング。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。かわして振り切った。チャンスが決まった。それ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 かわした。そんな、キスギ君、パスを出します。これを見ろ。ヒットのシュートでゴールを狙う。
止めるつもりだ。ブロックを突き破りゴールへ。ダイビングキャッチで抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。どうだヒューガ君、敵陣を切り裂く。どうだ、ここからチャンスを作れるか。ヒューガ君、タイガーショット。どうだ、これは攻めてるぞ。これがネットに突き刺さる。俺は絶対に負けん。チームにリードをもたらします。よっしゃ、どけ。どうだ、タイガーショット。翼、来い、ドライブシュート。いや、もう倒せん。ここは抜かせません。杉君、素早く横にかわす。長島君、ボールダッシュ成功。横をすり抜けた。パスを出します。よっしゃ。中里君、ここは抜かせません。おっと、攻守交代だ。横をすり抜けた。体ごとぶつかっていった。それよ、それかわして振り切った。はっ、小池君、ボールを狙い、ドライブシュー。必ず止める。あっと、止めた。ドライブシュート、破れたり。あっと、ドライブ回転はまだ生きていた。若島津君、ボールごと押し込まれたり。左腕が、まさかさっきのシュートのせいで。ここからチャンスを作れるか。いけ、一撃がゴール。タイガーショットだ。このボールに飛びつく。森崎君、ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。チャンスが決まった。鋭いスライディング。この位置で攻守交代だ。ボールを奪った。翼君、ボールは友達。若島さん、チャンスが決まった。よっしゃ、体とぶつかっていった。スライディングで取れた。あと、ドリブルを見送る。島野君、パスを出す。今井君、パスを回す。島野君、センターラインを越えて攻め込む。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。空高くで火花を散らす。高杉君、この対決をものにした。それよ、杉君、パスを回す。ここはパスを出した。もらった。東方、まだ守備の体型が整っていません。アーコ、ドリブルを見送る。伊沢君、ボールを奪うことができません。中里君、タックルを決めた。いけ、キスニ君、パスを回す。それ、翼、翼君、シュートを放った。注目の決勝戦、翼くんと日向くんの対決感があった前半は両者譲らず同点で折り返します。熱い前半戦の攻防でしたが、後半はさらなるヒートアップが予想されます。足が痛み出して。当たり前だ、あれだけ無理をするなと言ったのに。お前は。でも先生、全力でプレーしなければ今のヒューガ君には勝てないんです。俺はこの試合に勝つためにグラウンドに立ってるんです。翼、先生、俺に痛み止めの注射を打ってください。
痛み止めの注射だと？バカ者！痛み止めの注射というものは大人の選手がやむなく使う手段だ。中学生のお前には負担が大きすぎる。先生、お願いします。今俺がいなくなったら南葛は。翼、なぜそこまでこの大会にこだわるんだ。ブラジルへ行ってプロのサッカー選手になること、そして日本をワールドカップで優勝させること、それに比べたらこんな日本だけの、それも中学生の大会の決勝戦なんてちっぽけなものじゃないか。こんな試合で無理をして、この先二度とサッカーができない体になったとしても本当に後悔しないのか、翼。夢なんです。え、たとえちっぽけに見えてもこれが俺の夢なんだ。南葛のみんなでこの大会 V3 を成し遂げようと誓った、これは俺たちの夢なんだ。翼、もし大会 V3 ができなかったら何のために俺は日本に残ったんですか。ロベルトにブラジルに連れて行ってもらえなかった代わりに、俺はこの大会に勝つこと、今まで一緒にサッカーをしてきた仲間たちと V3 を成し遂げること、それだけを目標に頑張ってきたんです。分かった、そこまでの覚悟があるのならもう何も言わん。しかし今度倒れるようなことがあれば、今度こそお前の出場はそこまでだぞ。いいな、翼。はい。おい翼、大丈夫か？うん、大丈夫。治療もしてきたし、後半もいけるよ。そうか、よかった。けど、あんまり無理するなよ。俺たちのこと頼ってくれていいんだからな。ふん、ありがとう石崎くん。南葛市に引っ越してきて初めての友達が石崎くんだったね。俺が東方中のスカウトを断って南葛中に入ったその理由の一つは石崎くんがこの南葛中にいたからなんだ。なんだよ翼、そんなに見つめんなよ、照れるじゃねえか。あ、いや、ごめん。さあ、後半も頑張ろうぜ。うん、行こうみんな。俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。ああ、よし、やってやろうぜ後半戦。ああ、みんな、前半はよくやった。後半もこのままの調子で、キャプテンのヒューガにボールを集めていけ。そうすればこの試合必ず勝てる。監督もヒューガさんを認めてくれた。若島津、一体どうした？試合の途中から様子がおかしいぞ。何があったんだ？すみません、小学生の時の古傷が再発したみたいです。何？若島津さん！そんな、若島津が怪我なんて。でも大丈夫だ、ちょっと痛いだけでプレーはできる。それにたとえ右腕一本でも俺は最後まで南葛の攻撃を止めてみせる。だから弱気になるな。いつもの東方らしく強気になって気合を込めていこうぜ。普段は冷静な若島津が強気な発言をしてリーダーシップも取っている。俺が試合に出ていない間にお前はキャプテンとしてこの東方をまとめていてくれたんだな。いや、若島津だけじゃない、
俺が守りに参加するのを止めたみんなや、翼に堂々と勝負を挑むようになったたけし。みんな、俺がいない間に、俺抜きで戦ってきた間に成長したんだな。よし、行くぞみんな。若島津に負担をかけないためにも攻めだ。後半は俺たち東方が攻めて攻めて攻めまくるぞ。はい、キャプテン。翼の闘志に負けるな。ああ、行くぞ、俺たちの夢に向かって。それそれ、パスを回す。それよ、高島君、ボールを奪った。ボールがタッチを割りました。
スローインでのリスタート。攻撃のスイッチを入れてくるか。ソラ、スミ君パスを回す。ここはパスを出した。それ行くぞ。翼君ヒートラストシュートを放った。このシュートに反応している。今井君、それこのボールを拾います。それここは勝負を避けた。いけ、島田君横にかわして突破。ドリブルでボールを運ぶ。これはごぼう抜きだ。ここからセンタリング、パスを受けた。ヒューガ君ゴール前に持ち込むな。小田君ロングパスだ。石崎君いい形でボールを奪った。チャージが決まった。小田君右へパスを送る。右へ回します。それだ。田君素早く横にかわす。それ古田君ボールを狙うも届かない。それヒューガ君センターラインを越えて攻め込む。長野くん、ここはパスを出した。かわして振り切った。それチャージが決まった。もらった。中野くん、スライディングでカット。長野くん、ここはパスを出した。小池くん、ボールを狙うも届かない。行くぞ。沢田くん、パスを出します。日向くん、ここからチャンスを作れるか。おっと、攻守交代だ。ここは抜かせません。そら、パスを出します。あとドリブルを見送る。おっと攻守交代だ。横をすり抜けた。ヒューガ君センターラインを越えて攻め込む。体ごとぶつかっていった。パスを出します。そら、よ小池君このスライディングが決まった。そら、よし鳥松君横にかわして突破。それパスを出します。それスライディングで止めた。あとドリブルを見送る。それ気づき、またほどぶつかっていった。それそうだ。それ沢田君パスを出します。沢田君スライディングでカット。翼君ここはパスを出した。キスギ君パスを回す。キスギそれ。マスコ君ここで止めた。体ごとぶつかっていった。翼君これは南米式のドリブルだ。力をためて強烈シュート。このタックルはこやつに終わります。これはキャッチできない。イルフンだぞ。こぼれ球をキープ。さあゴール前です。翼くんシュートを放った。任せます。ボールはまだ生きている。パントキックで大きく蹴り出した。もらった。中谷くんここは抜かせません。キスギくんパスを回す。なんかここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。ドライブシュート、渾身のシュート。それこのシュートにジャンプで反応。あーっと鮮やかにキャッチ。ソリマチさん、ここはパスを出した。それまた奪い返した。ソリマチ君ここからチャンスを作る。試合終了。南葛全国中学生サッカー大会 V3 を達成。東方3度目の挑戦も三度南葛の厚い壁に跳ね返されました。
翼 V3 だ。俺たちはやったんだ。俺たちの夢が叶ったんだ。終わった。翼、優雅くん、お前との最後のこの試合、また俺は勝てなかった。結局一度も勝てなかった。いや、試合後半決定的チャンス、俺にタイガーショットをぶつけずに、そのまま南葛ゴールに打ち込んでいれば、東方が優勝していたはずだよ。翼、俺に打ってくれたおかげで、俺はここまで悔いなく戦い抜くことができたんだ。翼、確かにそうだな。チームの勝利の前に、やはり俺はお前との勝負を選んでしまった。やっぱり俺は東方キャプテン失格だ。キャプテン、できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめん、ヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。お前が日本にいて俺の目の前でうろちょろしやがるから、俺はお前だけを目指しちまうんだ。ヒューガ君、これでひとまず俺たちの戦いも終わりだな。翼、どうして俺がお前に及ばなかったのか、今日分かった気がするさ。お前がブラジルに行ってプロになるという大きな目標を持ってサッカーを楽しんでいるのに、俺はただお前に勝ちたくて、ただ大空翼の後ろ姿だけを追いかけてしまっていたんだ。もし俺が翼ではなく、もっと大きな目標を目指していたら、もしかして。翼、おめでとう。俺も必ずもっと大きくなる。そしてその時はまた。翼、今までありがとう。俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になるよ、翼。みんなありがとう。ありがとう、みんな。翼くん。マネージャー、大丈夫？翼くん。うん、大丈夫だよ。今までありがとう、マネージャー。翼くん、早く怪我を治してね。優勝旗授与。さあ、今深紅の優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。沸き起こる場内の声援をお聞きください。私の目に狂いはなかった。3年前、湾岸サッカーパークで戦ったみんなは共に成長し、この大会に出てきた。そしてそれからも続々と現れた好選手たち。彼らなら世界に通用するチームができる。彼らの時代がいよいよ来たんだ。翼、ヒューガを中心に共に競い合った仲間たち、君たちのこれからの舞台は世界。新たな競合がひしめく世界の舞台へ、君たちは共に助け合い、羽ばたいていくんだ。